無限大芸人が終わりましたので。はい、ありがとうございました。無限大芸人、いかがでした？いやーもう、うん。ずっと90分、肩にガッと時間入っちゃってました。なんかね、はい、その、ま、らしくないこともないけど。はい、らしくないです。おぉ。らしくないこともないか。でも初めてなんじゃないかな、そのなんか、バラエティの、ああいうトークベースのバラエティで、会話の途中でなんか石化したの初めて。石になったもんな、お前その。はい。あれは初めてなんじゃない、バラエティ史上。いやー、びっくりしました。本当に初めて、うん、僕がちょっと頑張って話し出して、うん、本当に頭がパッて真っ白になってしまって、はいはいはい、はい。で、このままこうやって止まっちゃって、うん。本当はね、びっくりしました。蛍原さんがあんなこけてくださって、ね、いや、すいません。本当に申し訳ないですけど、オンエアされてるかもちろんわかんないですけど。そうですね。だから本当に、まあ、川瀬リーダーを中心に、はい、いろいろと今回。いや、川瀬さんすごいわ。あなたもすごいけど。いやいや、チーズ。だから、今回ね、アメトーク無限大ホール芸人でね、座り位置が、前列の真ん中がリーダー。はい、でしたよね。そうです。はい。で、はい、みんながついていくっていう形になってますんで、はい、そのあたりもぜひぜひご覧いただきたいなと思いますんで。ドリトクさんじゃなかったっけな。やめてその話は。さあ、無限大ホールにたくさん来ていただいて、ネタも見ていただいて、コーナーもとにかく無限大が盛り上がるように頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。ダイさん、お料理喋ってなかった。止まったやつが言うてる。こうやって。お願いします。ありがとうございました。トーククラブ、はい、無限大ホール芸人、こんな日が来るとはねえねえ、しかもこう一点で入れていただいて、そうですね、うん、大きなため息一つ、いやーやっぱ緊張するじゃないですか、緊張する、でもやっぱり仲間がいたから、うん、やっぱこの乗り越えたなっていうところはあります、うん、なんかあとやっぱ本当に無限大ホール芸人だから、うん、うちらの芸歴も一番上で大宅ともう一組、うんうん、だからもう頼れるお兄さんお姉さんがいないから、でも自分たちも自分のことでいっぱいいっぱいだから、うん、もうみんなずっと90分走り続けたって感じだよね。ねえ、もう声もうガラガラも何か分かんないけど、何か分かんないけど、終わった瞬間全員が後ろのお茶こうずっと全員がね、それぐらいもう、うん、無限大のことをアピールしようと、いやそう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 、した回だと思います、うん、いろんななんかちょっとこうまたわちゃわちゃなんかなんていうの文句とかいろんなことも出たけど、でもトータルなんか本当にみんながね、気持ちは一つ盛り上げようっていう感じで乗り越えられたんじゃないかなと思うよね。確かに。うん、支配人も見に来てくださってたので。うん、見てください、絶対見てください、無限。どうも、そいつどいつです。はい。アメトーククラブ、無限大芸人が終わりました。ありがとうございました。いや、すごい。こんな。僕らは一番後輩でね、無限大の中では後輩の立場からいろいろ話させてもらったんですけど、嬉しいよ、やっぱ兄さんたちね、すごかったよ、はい、活躍も本当に川瀬さんの熱さ、はい、大さんもね、大さん大活躍で、大さん、大さんマジ注目しといてほしい、見る見るうちに変わっていったから、リーダーのリーダーが、まああと俺の好きな松浦さんのあの感じとかも、何よりね、やっぱ青山リーダーが今回、はい、謎に呼ばれてなかったんで、はい、青山リーダーの話をいろいろしたんで、はい、そこを見てカットされてなければ全カットの可能性もありますが、うん、はい、見てください。でもこれ見て、もしね気持ちがこうおって思ったら劇場にも、劇場に、本当に劇場に来てほしいです。僕らは劇場でやってますんで、お願いします、お願いします。アメトーク無限大クラブ、アメトーククラブ無限大芸人、見てね。いや、はい、大宅です。無限大ホール芸人ということで、アメトーククラブで、うん、無限大ホールのメンバーと、ね、数組と出させてもらいましたけども、いや楽しい1時間半楽しかったですか。あ、楽しかったですよ。いや、そのだいぶその、まあ、我々ね、一応まあ芸歴も長いし、はいはい、なんか一応無限大の素性を一番知ってるっていうことで、うん、そのね、ユニバースとか、うん、でコットンとかスパイクとかいる中、はい、あそこの今一応仕切りというか、はいはい、まあ、一応リーダー的なポジションでね、はいはいはい、ね、こうなんですああなんですとか言うけど、はいはい、あれほとんど喋ってませんでしたよ。最近テレビはあんまり喋らないようにしてまして。ええ、はい、そのみんなから、はい、タイさん大丈夫ですかって、なんか最近どこ行ってもそう言われるようになりまして。あ、そうですか。はい、なんかもう本当川瀬とこう位置変わった方が良かったんじゃないかって。いや本当に川瀬さんは、うん、はい、助かりました。やっぱ
いい先輩持つべきだなと思って。いや、後輩ですよ。赤星さん後輩でしたっけ、うん、で、こういうカメラの時だけ小ボケやって、本番でボケ、今日、あなたボケゼロですよ、今日。あ、今日ボケゼロでした。うん、立ち上がって、え？そう？とかしか言ってませんよ、あなた。あ、そうでした。はい。あんま記憶なくて。あ、そうなんですか、ね、はい。僕の横で、なんかあの、確かになーとか、そのもう、その、スタッフさんみたいなリアクションを、されてましたよ、ずっと。あ、そうですか。あの、刺し棒だけこう、チャカチャカやって。はいはいはい、そうですね。はい。人が言ってた、誰かの話をしてる時に、先輩を刺してただけですよ、今日あなた。あ、それが仕事だと思ってたんで。あ、そうですか。はい、違いました。違いましたよ。あ、すいません、ごめんなさい。まあまあまあね、はい、その、でも結構ね、こう、90分の中で、まあ、脱線したりとかね、うん、こう、いろんな話ありましたんで、うん、よかったらね、こう、クラブに入って、うん、見て、ぜひ、劇場に来てほしいですね。そうですね。ということで、皆さん、ぜひね、クラブに入会して、ね、アメトークの無限大芸人見てください。お願いします。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、収録終わりました。はい、あんまこの収録後のアフタートークみたいなの撮ったことないからちょっと戸惑ってますけどね。結構撮ってるでしょ。まあ、アメトーククラブ限定無限大ホール芸人ということで、はい、まあ、ちょっと普段はね、メディア露出はまあ控えさせていただいてるんですが。そうなんですよ、出てるんです、この名前つけて川瀬が。それはしゃあないです、無限大ホールのためなので。しゃあないって言っちゃった。マジしゃあないよそれ。でもまあ最後にちょっと期待のある言葉もいただけたので見てほしいですね。いや、そこはいいねん、どうでも。いや、とにかく無限大ホールに来てる、普段来てる人はもちろん、はい、来てない、ただその蛙亭の YouTube 見てるだけとか、空気階段をテレビで見てるだけみたいな人ももちろん見てほしいですし、もっと言うなら無料コンテンツ受給者の皆さん、一度でいいから有料でお笑いを体験しに来てください。ぜひ見てください。その辺の、無限大ホールの素晴らしさというものを、大宅大に代わりまして私ユニバース川瀬がプレゼンさせていただいてますんで、ぜひ皆さん、ご覧ください。はい、アメトーククラブ無限大ホール芸人ってことですね。見てねー。